東京都は昨日、緊急事態宣言などの基準となる病床使用率の定義を変更しました。これは、東京都では従来、重症の患者の定義を人工呼吸器を、人工呼吸を受けている患者というふうに、決めてたんですけども、それは国の基準とは違うんですね。国の方は ICU で集中治療室に入っている人の数を重症とカウントしたんですけど、してるんですけども、東京都はその ICU に入っている人の中で人工呼吸を受けている人だけを重症とカウントするということで、重症患者数の定義が2つあるという状態がずっと続いてきたんですね。で、これは東京都の基準の方がはるかに少ないんですね。つまり ICU に入っている人の中で人工呼吸しなきゃいけないような人、まあ要するにその肺炎のような状態、こう重体、本当に深刻な病状になっている人は、まあ大体3分の1から4分の1ぐらいなもんですから、その国の基準で、緊急事態宣言を出す状態になっていても東京都の基準ではそれに達してないという状態が従来からあって、もう非常にこう混乱すると言われていたんですね。で、それを今度は東京都がやや国の基準に合わせてICU に入っている人もカウントするというふうにしたんですけども、これそのどっちが正しいのかということをきちっと議論しないで、国の基準、まあはっきり言って少なすぎるから、東京都だけ少なすぎるから国の基準に合わせようということだと思うんですね。例えば大阪府なんかは今ね、緊急事態宣言を要請するっていう話をしているのは国の基準で見てるからですね。それに対して東京都の基準はかなり大幅に少ないので、なんで東京都だけやらないんだっていう話になってきちゃう。で、しょうがないから東京都は国の基準とこう両方出すという、さらにややこしいことになってきたんですね。で、どっちが正しいのかということをちょっと置いといて、その、東京都の基準で見るとどうなってるかというのが、この図なんですけども、これはエクモネットという民間団体の集計している人工呼吸器の装着数なんですけども、去年の9月にピークを打った後、その後ずっと単調に減ってるわけですね。で、オミクロンになった後もずっと減っていて、もうこの1週間ぐらいはゼロなわけです。少なくともこの統計のカウントしてるサンプルについてはもうエクモを装着してる人がいないと、東京都ではですね、という状態になってるわけですね。で、この状態で緊急事態宣言を出すとかなんとかっていう話は、まあどう考えても常識で考えて、この実態と違う医療体制を取っているとしか思えないわけですね。もちろんこれは専門的な問題なので、どっちが正しいかということは僕はね、決めることはできないわけだけども、ずっと前からこの問題、この混乱すると言われていて、で、まあ、どっちかといえば国の基準の方は割と、まあ、世界標準に近いようなんですね。しかし都の基準の方が実態には近いと言われているわけだから、これからコロナと我々が末永く付き合っていくためにもですね、この医療の逼迫の基準というのをもう一度見直して、どういう基準が実態に合うのかということを国と東京都でもう一度話し合ってみてはどうでしょうか。